行ってくるね。ほら、休み。またエッチしてそのまま。僕はとある事情で学校を休学し、南西諸島のある島で民宿を営む叔父の家のヘルパーとして居候している。間借りしているこの六畳間は。どうしたの？おじさんの一人娘、年は僕の二つ上。はい。お弁当忘れてたんだ。ごめんね、届けてもらって。買い物のついでだったから大丈夫です。じゃあ僕はこれで。待って、ねえ、ちょっと時間あるよね。一見エッチなことなんて縁のなさそうな正統派な美少女。あの、お邪魔します。初、またしてたんですか？換気しないと。な、生でしちゃってる。休みはさ、しないの？あんなに興味あったじゃない、セックス。チトちゃんみたいにはできないよ。なんで？ミツルはきっと休みとしたいと思ってるわよ。やっぱり見られるのって恥ずかしいし。それじゃあさ、明日は二人にしてあげるから。もう優等生という感じ。彼女と体の関係を持ったのは千歳さんとのしばらく後。え、あれ、休みさん。あの、おはようございます。すみません、チトちゃんは今日は部活で。あ、そうなんですか。それでですね、その。あ、はい。私で嫌じゃないようでしたら溜まってると思いますので、その、お口でならしてあげられますよ。ちょっと休み、学校サボる気？今行くから。おじさんが家にいる時でも。千歳、ミツル君の客間の片付け手伝ってやれ。はーい。ように見えるけど。あの当該に用事があって数日島を開けた時はそのまま人気のない公園の休憩所で。じゃあ朝には戻るから留守中は頼んだぞ。でもこんなことずっと続けていいわけはない。僕は現実に戻るべきだし。私たち来年ね、本島に進学しようかなって。ルームシェアできるし、いろんなことを経験したいし、この島出てみたいもんね。彼女たちだってずっと僕とじゃ。ですね。僕もそろそろうちに。だからね、二人で決めたの。もし良ければだけど。チトちゃん、遅刻しちゃうよ。それは。あ、本当一限ギリギリ。だから言ったのに。じゃあ行ってきます。帰ったら私の番ですよ。ちょっとまだ終わってないな。あ、隣のクラスの弓坂さんとは付き合って2ヶ月の恋人同士。クラス委員なので委員会で話すうち仲良くなった。それには少し飽きたみたいで。ねえ、本当にやるの？ダメ。え、いや、いいけど本当に大丈夫？じゃあ始めるよ。なんか驚いたよ。弓坂さんって結構そのエッチなんだなって。そっかな。なんか私撮られてるとすごいエッチな気分になっちゃうっていうか。私の趣味に付き合わせてごめんね。でもしてみたかったんだ。なんで？私の友達の瀬田さん、わかる？ああ、文芸部の。
私とたまにイベントでコスプレしてるんだけど、家に遊びに行った時ちょっとしてみたかったってのもあって、あ、これ内緒ね。言えねえよ。あとね、私も夏目くんと付き合う前、あった、こういうの撮ってネットにアップしてたんだけど、なんか違うっていうか。へえ。今はしてないよ、もう必要ないから、夏目くんがいるから。こういうエッチって嫌い？私はもっとしたいけど、嫌ならやめるから。たまにいいなら。よかった。思えばこの時が別れ道だったんだろう。我ながら地味な見た目の割に人並みにいろいろ経験はしているけど、今は彼氏なし。そんな矢先、私の友人弓坂さんの家でのことだ。弓坂さんの弟さん、柊くんと呼ばれている。ちょっと可愛い内気そうな3つくらい年下の男の子。こんにちは。姉は用事みたいで私が留守番なの。なるほど。それから友人の家へ週に何度か会いに行くようになった。彼は私にはまってしまったけど、私の方がそれに夢中って気づいてるかな。今日はどんなことしてあげよう。親子ってさ、彼氏作らないの？もしかしていろんな意味でまだなの？いろんな意味？彩子ってほんと優等生だよね。優等生、気づいたらそう言われるようになっていた。優等生って呼ばれるほどみんなの期待に応えないといけない気がして、いろんなことから顔を背けるようになった。本当の私ってなんだろう。でも良くなって、もっといろんなことをしてみたくて、でも窮屈で動き出せなくて、だから裏の私を作ったの。こんな感じかな。予備校の特進クラスは毎日遅くまで授業がある。授業が長引いた日は、いるなら返事しろ。最近勉強に身が入ってないようだね。すみません。全国模試も近いんだし気合い入れ直したらどうだ。君は成績だけが取り柄なんだから。はい、わかりました。何も知らないくせに。ただでさえ最近はオナニーしかしてないのに、もう我慢の限界。プロフィールの写メも可愛かったけど、実物の方が100倍可愛いね。今日は楽しもうね。よりによってこいつ。用事を思い出したから帰るね。何言ってるの。おめでとう。え？この前の模試、全国1位だったよ。
ありがとうございます。勉強に集中できた証拠かな。まあそうかもしれませんね。Don't keep up with the justice, but I do not happen to that. I'm with